秋の阿波踊り、秋のザ・高円寺阿波踊り第3部開幕でございます。本日司会をいたしますのは、高円寺阿波踊り連協会会長の平野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。2年ぶりに秋の阿波踊りが、開催、される運びとなりました。11月の先々週の土曜日11月の13日に引き続きまして、本日の3部構成の最後の会でございます。ようやく感染状況が落ち着いてまいりまして、この開催の運びになりましたけども、高円寺の連協会をはじめ地元の連は、なかなか練習もままならない約2年間過ごしましたが、それでも、前を向きながら、限られた時間に練習をしてこの日を迎えております。来年に向けての第一歩となりますように、ご声援のほどよろしくお願いいたします。それでは最初に登場いたしますのは朱雀連でございます。連の名前にもいろいろありますけども、朱雀連のこの朱雀というのは、鳥なんですね。中国で、神の鳥と言われている、伝説的な伝説上のこの鳥のことです。朱雀という朱雀は赤を意味します。そして、南の方、南方ですね、南方を守る神の鳥と言われております。太郎くん、夕方のここ の あそこにもございますけども、この赤、この鳥ですね、これが朱雀の象徴、鳥でございます。ありがとう。結成18年、を迎えました朱雀連。チームワークは、高円寺も屈指の連でございます。それではご覧ください。朱雀連です。
you